さて始まりました、もちチャンネル。さあ、今回はですね、英検二次試験面接の勉強法っていうのをやっていきたいと思います。はい。一次試験の結果出たと思いますが、合格者、皆様、おめでとうございます。はい。ダメだった人もね、ぜひ、ちょっと参考にしていってもらえればと思います。皆さんのね、点数、ぜひとも参考にしたいので、コメント欄に書いていただけると、合格した方も不合格した方もですね、そのデータ使って、これからまた執筆とか役立てますので、ぜひともコメント欄に書いてください。これで合格だった、これでダメだったとかね、お待ちしております。まあ、いつもね、直前のね、勉強法とか、直前のね、対策とか、直前にやるものっていうのはもう出てるんですけども、こういう風にやりましょうって。まあ、まず、これは絶対見ていってください。それぞれの9のやつね。必ず役立ちます。本当に出題形式とか、採点がどうされてるかを知らないで受けに行く人が多いので、まずはこれです。流れ、出題形式、採点方法を知っていくっていうのは、これが最も大事です。これを押さえた中で、じゃあどうやって勉強していくのかですね。今回は時間がちょっとある人向けなんで、勉強の仕方を教えていこうかと思います。まあ各級ね、それぞれあるんですけども、まずは描写からいきましょうか。まあ1級を除いた各級に存在しますので、そこを話していきたいと思います。まず3級は文で答えてね、動詞入れなさいってやつですね。だから How many とかいくつとかって聞かれても3だけで言うんじゃなくて3 are とかね、答えないといけない。 There are three とかね、そういう風に答えないといけないので、それ必ず抑えること。これで点数変わります。準2級現在進行形で答えること。 He throw away can とかってね、よく言っちゃいますけどね。 He is throwing away a can とかね、これ言えるようにしておくことが大事で、で動作はマジで同じのしか出ないから、過去に出たものしか出ないから、基本的には。なんで僕の参考書まとめてありますから、それね、ぜひとも見るとか過去問で練習することが大事です。で2級からですね、2級準1級は漫画の描写になるので、過去進行形を使うっていうのがめちゃくちゃ大事なんで、この過去進行形の対策をしていきますね。で大事なのは、まずこの描写をすることができんっていう人たちですね。その人たちは書いてまず練習します。書けるようにするっていうのが大事です。2級なら3コマ、11級なら4コマですけど、それらを書きでちゃんと表せるようにするっていうのが、これがすごく大事ですね。まず最初出てこないですから、どうせ。そう、書けないものを喋れるわけないので、そう、まずは書きで、まあスペルはちょっと大変かもしれないですけど、はい、過去進行形で書ける、過去形で書けるっていうのをやってください。で、その後で、特にあれですね、言うとかね、準1級の方は一応間接話法にした方がいいので、2級よりもだいぶ厳しいです。こうだと言っていた、こうだと思っていた、まあ特に思っていたがね、多いからね、これらが出せるようにすることですね。これらをちゃんと書いて練習する。これがめちゃくちゃ大事で、準1級に関しては時間内で言えるようにするので、なので喋りに移った時、スピーキングに移った時は時計みたいになんだりね、時計を見ながらですね、どれぐらい言えるのか、だから本番も時計持ってった方がいいですからね、それでやる。まあ2級に関しては特にどれぐらいの時間とかっていうのはないですけど、それでも全然出てこなかったら飛ばされちゃいますからね。でとにかく全コマ描写しなきゃいけない。全コマの描写ポイントを入れないと点にならないですから。でこれも同じ動作がいっぱい出てる。特に2級は同じ動作が何度も何度も出てる。で、準2級の場合は一人一人を描写するわけですけど、その動作がよく出てますね、2級にも。それを過去進行形に変えればいいだけなんですけどね。ということで、これをちゃんとやりましょう。で、詳しくはそれぞれの動画に出てますんで、はい、それを見てきてくださいね。続いて、次応答いきましょう。これ全部の級に出てきますので、次応答はちゃんと、これ1級も含め出てきますから、ちゃんとやりましょうね。でまず3級に関しては1文で答えれば大丈夫です。なので、もう理由を1個言えばそれでおしまい。自分のことに関して1個言えばおしまい。準2級からは2文です。これが大事ですね。Yes, No とかね、I agree, I disagree って言った後に2文答えなきゃいけません。だから必ず理由を2つ言うとか、理由、具体例みたいなのを練習します。でこれも最初、まず聞き取れないんだったら、それが大問題ですから、その2級まではね、やっぱリスニングできなくて、でも二次試験に進めちゃうんですよ。なんで聞き取る練習です。リスニング、もういや一次試験終わったから、いやリスニングなんて、いやリスニングやりましょう。リスニングの勉強が大事。そう、設問を聞き取る力だ。設問を聞き取れないで不合格っていうのが3、準2、2級はとても多いので、まずは設問を聞き取れるようにするっていうのが大事。準1はね、もう大体聞き取れる人多いんですけど、2級なんか特に設問長いので聞き取れないっていう人が多いので、その設問を聞き取れるように、だからリスニングの勉強、単語力とか引き続きやってください。じゃないとマジで取れない。意外かもしれないですけど、一番大事なのはリスニング力です。でそのリスニングができるようになりましたと、で今度は答えられるようにならなきゃいけない。もちろん答えられない人はまずは書きです。書いて答えられるようにやる。でその中でいつも言うけど、時間で答える、時間がかかる、時間がかかんないとか、お金がかかるお金がかかんない、これライティングと同じじゃないですか。ライティングのポイントと同じなんです。健康にいい悪い、環境にいい悪いで、利便性っていうのが一番使えますね。下の9はやっぱりこれ便利である。でなんで便利なのって言ったら、お金がかかんないからですとか、なんで便利なの、時間が節約できるからですとかって言えば、これで2分ですから、常にこの5つは持っておく。で最近のは見てると効率がいい、エフィシェントなんていうのもすごく使える問題が多いなっていう印象ですね。で
で、準一級は3分ですので、これめちゃくちゃ大事なので、3分で答えられるようにするっていうのが超大事です。3分っていうのを忘れちゃってるとか知らないで受けに行くから取れない。だから2分しか言わないっていうので、だからこれで帰国子女とかバンバン落ちるわけですから、ちゃんと3分で答える。理由、具体例、別の理由とかね、理由、具体例、もうちょっと詳しく言うとか、そういうのね。で、いつも言うんだけど、準2、2級、準1級でもうやばい、浮かばないって言った場合は、もう最後、何々すべきだで逃げるね。シュッとで。逃げるとか、シュートするべきじゃないとかね、逃げるっていうのが奥の手です。で、これらもまずだから出せるように練習しなきゃいけないので、で本当に過去問たくさんやってください。で、似たようなトピックが何回も出てるから、似てるもの何度も出てますので、人が変わってるだけでね、政府が、企業が、個人が、子供がとか言って、生徒がとかっていう風に主語が変わってるものが多いので、実は同じっていうのたくさんあるので、ぜひともね、過去問はやっておくことをお勧めします。なんで書き、やってみましょう。続いて音読問題ですね。はい、音読問題に関してはまあ3級順に2級とあるんですけど、まあ時間がある人は強弱をつけて読むことができるようにっていつも言うんですよね。機能語と言われるものね、と内容語って言われるものがあるので、その内容語を強く読んで機能語を弱く読む。で、そうすることによって冠詞とかね、前置詞とか弱いものっていうのは音がつながるよ、連結するよとか、そういうのが実は分かるようになってくるので、どこを強く読んでどこを弱く読むかが分かんない限りは自然に読むことは絶対できません。なんで時間がある人はこれをやります。いや、音読そんな対策する時間ないよっていう場合は区切りですね。区切りの勉強をする、意味の区切りっていうのが一番の採点基準ですから、前置詞の塊で区切っていうのとかね、接続詞の塊のところは区切りとか、カンマのところは区切りとか、当たり前だと思うんですけど、これができないですから。あとは複数形の S ですね。複数形の S がいっぱい入ってますので、でその S を読まないと減点されますから、複数形の S を読むっていう訓練をします。で、実際の勉強法としては録音しますね。録音して、まあわかりますよ、聞くの嫌なの、自分の声聞きたくないっていうのはよくわかるんですけど、それ聞いてください。で、聞いた時にあ、S ないとかですね、わかるんですよ。え、これ接続詞のとこなの、前置詞のとこなの、区切って読んでないっていうのわかるんですよ。これが大事なんです。だから知らない単語にみんなね行き過ぎなんですよ、目が。え、これなんて読むんだろうとかって、そこじゃないっていうか、もうそれはどうしてもしょうがないです。もう限定されるんだから、それは。それよりは他のとこで取ろうと思って頑張ってください。区切りがちゃんとできてるかっていうのが最も大事なところなので、そこを忘れずに必ずやってください。で、次が音読した内容に関する返答ですよね。この返答がまあ苦手な人が多いこと、一番間違える人が多いやつです。特に2級ですね、正解する人がほとんどいない。でもパターンをちゃんと研究してください。同じパターンでばっかり出題されてます。必ず照らし合わせるわけですね。準2級だったら同じ文中で照らし合わせる、2級だったら前の文と照らし合わせるっていうのをやらなきゃいけないわけなんですけど、同じパターンばっかりです。で、必ず研究していれば、もう音読の準備をしている時に答えは出せます。だから過去問研究してください。僕の動画でも参考書でもいいんで、まず答え方を知るって過去問やってください。喋りでできないんだったらまず書くね、書いてやる。で、その後で喋りの練習をしてください。で、録音してちゃんと聞いてくださいね。そうすると同じパターンでしか出題されてなくて、簡単に正解できるっていうのが分かると思います。でもほとんどの人は正解できないです。それは準備不足だからです。だからここの準備を絶対に忘れないでください。パターンを覚えて、そのパターンで答えられるようにするっていうのが大事です。で、この録音するっていうのはとても大事なので、他のパートでもそうです。録音して聞くの嫌なのは分かるんですけど、そこで聞いて、あ、こんな文法ミスしてるとか、自分ってこんな癖があるんだって分かるんですね。で、そこで絶対に気づいてほしいのは、これ全ての Q なんですけど、って言っちゃう人ね。とか、とか、まあ、特に緊張してるとこういう風に日本語出しちゃうんですよ。これをいつも言うんだけど、の癖をなくす。をあーに変えろっていつも言うんですけど、あーって自然ですから、英語でも。あーん。あんとかね、いう風に変えるんですよ。これだけでマジで点数変わりますから。って言って、採点下にももちろんよるんですけど、厳しい人はその を減らすんで、その日本語使ったらダメっていうルールがあるから、って言って、僕の教えた生徒でも、すごく英語が喋れるんだけど、全部にって言っちゃうやつがいたんで、見事に落とされてましたから、やっぱり。ダメなんですよ、言っちゃ。だから日本語を言わないっていうめちゃくちゃ大事なんですね、これね。で、最後に、とにかく自分のことを理由にしないでくださいね。自分の経験や自分の好みを理由にしちゃう人がめちゃくちゃいるので、それをチェックしてください。絶対そうならないように。だから、英語ができる人、帰国子女とかで落ちる理由が多いのもこれなんですよ。自分に関係することを理由で言っちゃう。例えば、日本の医療はどうですかって言って、聞かれた時とかにね、うちの父親が医者でとか、自分のことですから。ね、父親はこうなので、みたいな理由しちゃダメですから。僕はこうだからですとかっていうのを、それ理由にしちゃダメですから。いいですか、自分
分のことについて聞かれた問題はいいですよ。それはいいんだけど、社会問題に聞かれたことに対して自分のことを言っちゃダメなんで、それがちゃんと録音しているとき、まあ書いてるときにですね、自分のこと、自分の周りの人のことを理由にしてないか、自分の好みを書いてないか、だからペットを飼うべきかと言って、私は犬が嫌いですとかでね、言っちゃう人いっぱいいますね。それダメなんです。その癖をちゃんと録音して聞くっていうことです。これが大事です。まあ一級になったらね、時間配分と録音して聞き直すとかね。はい、どうだったでしょうか。全然できないよって人は書くです。まず書く、書いてみてチェックしてみましょう。でこれをね、チャット GPT に打ち込んで直してもらってもいいし、誰かネイティブの人に直してもらってもいいです。いいですか。ただただ模擬面接やるのはやめなさい。模擬面接は役立つけども、模擬面接の相手が英検を知ってないと意味ないですからね。模擬面接やりましたで、ネイティブのね学校で頼んだりするじゃん。でもそのネイティブが全然採点の仕方知らないでやってるとこっていっぱいあるんですよ。そうするとズレズレなんですよ。ズレちゃってる。そんなことやっても全然意味ないよ、点取れないよってなるので、なので録音して僕のあの対策動画見てください。対策動画にちゃんと沿ってるような回答になってるかですね、そこを知るっていうのが大事なんですね。録音して添削で、まあチャット GPT とかにやるときに難しい英語で言ってきたらもっと優しくしてって言ってくださいね。文法を直してとかだったら直してくれるし、いい時代ですから。ということで、ぜひともこういったことを意識してやってください。そうすれば大丈夫だから、ね、まず時間があるんだったら書きからで大丈夫ですから、精一杯本番に向けて頑張ってください。はい、応援してます。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。